ようやく食べれた。これなんですか？それはね、花園セントラルスタジアム、花園ラグビー場のすぐにある野球場ですね、に来てるんですが、あの東大阪を本拠地とする、あの関西独立リーグに所属する06ブルーツさんの取材に初めて来ました。明日が公式戦ということで、まあ、今は試合前の最終調整というかフリーバッティング今されてます。私方今 GM されてるんです。谷口さんという谷口 GM なんですが、元巨人のドラフト1位で、あの巨人ファンの僕としてはめちゃめちゃ嬉しいですね。さて伏せに来ましたよ。昼の伏せ、また一昨日に引き続き久兵衛で、彩りそば久兵衛で、この前限定を食べ損ねたんで、ちょっとやってない日やったんで、今日はあるかな。はい、来た。今日インスタ見た感じは特に何もつぶやいてはれへんかってんけど、これね、ホワイトコーンスープ、いざ。ようやく食べれた。これなんですか？それはね、トウモロコシの葉っぱ使ってて、食べれないんですけど。あ、食べれない。飾りで。はい。わー、すごい。バラみたいなチャーシュー。これがホワイトコーン。はい。バジル。いただきます。はい、どうぞ。なんか大きいコーラって、やっぱハンバーガー食べてる気になりますよね。ねえ。ね、いいですね、これ。アメリカがありますよね。アメリカ行ったことあります？あります、1回だけ。想像の3倍から5倍出るって言ってました。めちゃめちゃ出る。何それ。この液体は一体何物ですか？肉汁ですか？白い道の隣、白い道の隣。すげえすげえ、何やろ、カピバラ、え、何、アルパカ、何、すげえ、あ、すごい、あ、すごいすごい、まあ、マーラ、マーラ、カピバラ、カピバラ、カピバラ、やばいやばい、カピバラ、カピバラ、え、あ、あっちも、わあ、すごいすごい、オッケーオッケー、こっちの方がカピバラ感ある、すげえ、大阪エコ動物海洋専門学校、なるほど。ああ、学生さんいっぱい中におるわ、すごい。髪の毛切ってんな。じゃあ見してよ。見してくれへんの。泣いてます。こんな感じ。むずっとじゃん。おいらも一緒の髪型やでな。ほらじゃーんって一緒に切りに行ってんな。うん、んこれね、赤いの、うん、赤いよ、じゃーんやね。